李研は、中国、唐の皇太子。皇宗の六男で、母は、武足天。字は名城。四亡は、小府所太子。中宗、英宗の同母兄である。五歳で、王に封じられ、六歳で、陽州牧、紀州志士を兼ねる。十一歳で、派用、幼州と得、左、武衛大将軍に任じられる。上限二年、同母兄。 李広氏の死によって、皇太子となる。幼い頃より学問に通じ、技法元年には学者たちと共に、五官書の注釈を完成させた。ところが、聖官大部の名高資源が武功に対して、弟の栄養剣を推挙したことから、武功は剣に対して、皇太子を弟に譲るように迫った。それから間もない長老元年に、名高資源が、 強盗に襲われて死亡するという事件が起こった。武功は彼を恨む剣の仕業であると疑い、剣の屋敷を捜索したところ、屋敷内から高数百が発見された。武功はこれを、無本の準備であるとして、抗争に迫って、皇太子を廃して、諸人とした。さらに英圧死2年に剣は、破衆に流された。翌文明元年に実権を掌握した武功は、 先金後将軍級、上伊佐を八州に派遣して、剣を幽閉し、迫って自殺させた。ところが、丘、上伊佐が帰還すると、武功はこれを罪に陥れて畳終止しとし、改めて、剣を、妖王に封じた。ついで英宗が福井すると、皇太子の地位に服して、ころの死後を送り、唯一生き残っていた息子である、次男李修礼を、王に封じた。 旧東条牧第四講習場、大東制政党大定量。ありがとうございます。